talk to me. It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with me something, something to make this. こんにちは。皆さんこんにちは。チャンネル。またまたアルペンアウトドアーズの大倉海岸店さんにお邪魔しています。いつもありがとうございます。神対応の店員さんばっかりで嬉しいです。で、今日はちょっと撮影許可もらうときにちらっとこう店内巡ってたら大変なものを見つけてしまって、このオープニングは後撮りなんてしまってますけども、どんなことになったのか本編の方ご覧ください。どうぞどうぞ。はい、これがスイングレスパーです。昨日入ってきた、昨日入ってきたばっかりだったし、やば、広げてくれんのこれ、ずっと欲しかったテント、ついに全然変われへんかった。まさかの、すごい、これは買えということじゃないですかね。開けていきます。お願いします。すごい、これ欲しかったよ、ママ、ずっと。全然売ってないもん。ずっと入ってこなくてですね。あ、本当ですか。で、この前、その試し張り用で、こうやって見本で出してたのも最後、売っちゃったのって。あ、そうなんですか。ってなってたら、昨日入ってきたんですよ、ちょっと。え、ほんで最後の1個ですか。そうです、もう1個しか入ってきてないので。1個だけ入ってきたんや。そうです、そうです。やったー。もう、実物初めて見る。小川さんからでもあの入荷のお知らせは一切なかった。あ、そうやんな。一回あったけど、それも一瞬で売り切れたから。ちょ、持たれてる。重さ、はい。あ、コーディアックキャンバスより全然軽い。はい、子供には重いわ。すげえ。無理やわ、あるわ、重たいわ、これは。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。一人で貼れるんです。貼れますよ、簡単です。はい、お前さ、はい、じゃあまず内容部ですね。はい、確認します。入ってるものは結構シンプルです。はい、この幕が1枚、あ、はい、とあとポールが2本です。ボールが2本入ってる。2本だけで買ってるの。2本で買ってる。ええー。大事にしてや。買おうかもしらんねんから。ぜひ。そこの2本です。これがあの、Y 型のポールになってる。あ、こういう。初めて見た。はい、Y 型です、まあ、こう立てるんですけど、はい、同じ形のが2本入ってます。はい、あとはペグとロープとハンマーがここに入ってる。あ、ハンマーも入ってる。ハンマーも入ってる。うわ、すごい。で、小川は、割と初めから入ってる、こういう付属品はしっかりしたものが入ってる。ハンマーとかも、だいぶ重たいハンマーが入ってますので。あ、本当や、はい、大きなやつや。そうですね。でペグも、まあ、太いペグが入ってます。はい、まあ、本当だったら買い替えてくださいって言いたいところなんですけど、小川に関しては、まあ、初めはこれでも大丈夫かなと思います、はい、結構しっかりしてる。そうですね、はい、太いし、これ曲がれへんで、簡単に。まずこのメインのマークを広げていきます。はい、
失礼します。でかいですね、やっぱり。でかい。はい、こんな感じで広げます。すごい。こっち側が、ちょっと前面になる。向こうが後ろに今回出てる。どこで見分ける？見分け方なんですけど。これ、サイドウォールって跳ね上げた時に、横に壁があるんですけど、はいはい、この壁があるのが前側しかないんです。この部分です。はいはいはい、この部分が前にはついてます。後ろ側にはこれがついてないんです。あ、なるほど。それで見分けていただくのが一番分かりやすいかなと思います。はい、はい、分かりました。で、マクを広げてもらったら、まずペグダウンをしていきます。はい、大きい。持ってある。すごい、かわいい。このマーク、小川マーク、憧れの。でかいな、やっぱり。でかい。ちょっと小川のスインクレスタのテント欲しかったら、今日偶然に1個だけ入荷したということで、これそう試し張りお願いしました。で、お兄さんが1人で今でかい、でかい、まあまあかまぼこテントぐらいあるんじゃない、はい、この横幅というか。貼ってくれるんですね。貼ってくれます。びっくり。そう、だからたまたまなんか前の人が終わったとこで、ちょうど今やったら貼れるという。今8箇所ペグダウン。色は完全に、でも今持ってるかまぼことほとんど一緒ですね。でもこのつなぎ目というか、あそこも茶色やもん。かまぼこは黒やん、黒やん、タンやから。小川っぽいな、その茶色とベージュの色合い。スインクレスタ、まさか、まさか、これは絶対買いなさいということやと思うですけど、どうですか。たまたまね、ボーナスももらえるということで。これをでも買っちゃうと、僕が欲しいパッテンで買えない。あ、壊れん。でも従来の値段する200万ぐらいもらえんねやろ。ボーナス200万ぐらい200万。ほら、すぐ信じるから食べたもん。こんな感じで下全部、はい、普段終わらせます。はい、はい、で、あとはこのポール2本入れるだけなんです。おお、はい、なるほど。かまぼこみたいな倒産でいいねんな、今の。そうやわ。ね、一回あれで折っちゃったんですよ。あ、そうなんですね。無理くり通してたら、大きい言ったもんな。計2本あったな。うん、折れました。本当に弱いかな。
かな。どうなんすかね。結構折れるってみんな言ってるよね。入れていきます。はい、ここなんです。おお、ちょっと生地が、みたいな、はい、あの補強されてます。分厚くなってるので、はい、ここに当てるだけです。ここに当てるだけ、こことここです。はい、で、グッと入れていきます。おお、すごい。形はちょっと後で、はい、立ち上げて、はい、うわー、すごい。まあまあ広い。これはかっこいいかも。かっこいいよな。かっこいい。でかい。でかい。いや、でかいですけど。いいよな。いや、めっちゃいいねんけど。うん、わ。原田くん出てきました。すごいな。あ、でもスカートが結構しっかりついてるから、なんか、そうですね。こっちとこっち両サイド。マホとね。らしいですよ。すごい。それかふーちゃんと聞いて決まり。これでもうあと張り綱貼って終わりです。チームダウンと張り綱をして終わりって感じ。素晴らしい。で、別売りになっちゃうんですけど、あのキャノピーポール買っていただければ、はい、前を跳ね上げることも、はい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 、はい、この時のこのサイドボール、これがあるのがまず、これいいですね。はい、すげえ、かっこいい、かっこいい。わー、広っ、すごい。いや、これいいわ。ちょっと跳ね上げてみよう。はい、はい、これ跳ね上げたらめっちゃ広い、めっちゃ良くない。もうこれタープいらない、タープいらんな。売りましょう。すぐ売りましょう。頭にさ、渋いよな、絶対渋いやんな。やっとあの丸みからの卒業。丸みほんまやん。アルペンアウトドアーズ明石店おすすめです。小川は初めてだね。初めての小川。この鍋すら持ってないのかな。持ってない、持ってない。めっちゃいいんやけど。買っちゃいましょう。買っちゃいましょう。専用のロープではないんですよ。あ、はい。
ロープになります。この跳ね上げの分の、ロープはついてないので、あ、はい、はい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 、別で揃えていただく必要はあります。なるほど。すごい。これ、あの、かまぼこのポール使えんか？ん？いいよ、いいよ。フットボールあるやん。木の、木目の。ポールはディーラーで使えると思うんだけど。ロープも。ガイロープが。ガイロープもある。入ってたよな。サーフ用の。うわ、かっこいい。うわ、やばない。やばこれ。絶対いいわ。こんなでかいな。これはいいわ。すごい。かっこよすぎる。いや、だからここでこうできるわけですね。つけた、うん、本当はつけた状態でやっぱ、うん、うわ、これはこれはいいぞ。めっちゃかっこいい。あ、そういうこと。いい風なんだ。でかいっすよ。あー、なるほどね。ここはまあ締めていただいてもいいですし、ここに針綱つけていただければ、こうやって外に引っ張ることもできます。はい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 。で、まあ、邪魔だったらこうやって巻き上げてくれて、はい、ここでね。そうです。あ、なるほど。いろんな可能性を秘めている。そうです。すごい。ママお腹空いた。欲しい。やっぱりこれ。すごい。完全タイやな、これは。だから多分別に揃えなあかんことあるはずやな。そうやんな、うん、このポール、この材料に多分インナーテントも、うん、そうそうそう、インナーテント、これインナーテントもあるんですよね。インナーテント別売りであります。はい。これは欲しいです、私。じゃあいろいろ揃えとったら結局10万ぐらいになる。10万ぐらいになるよね。これってあの、はい、フルインナーにしてたまたポールじゃなかったら、はい、あの真ん中のポールっていうのは、はい、インナーにいいなのか。インナーの中に、インナーの中にあのポールが入ってる。そうです。ちょっとハンドルが高いです。はい、すみません。多分フルインナーやったら、ハーフやったら全部ってこと。いや、ハーフやったらこの中に入るから、フルインナー多分この辺ぐらいまで出てくる。出てくんねや。だからこのポールはどうなるんかなと思って。フルインナーやったらそこでポールにせなあかんの買うから、広く使うのかな。ちょっと見てもらっていいですか。フルインナーはそうですね。インナーの中にボールが入ってます。これフルインナーです。あー、へー。インナーの中です。ハーフインナーであれば外にボールを開ける。あー、はい、色々使おうと思ったらですか、またのフルインナーですか。そうですね。またまたの、はい、そうですね。あ、そういうこと、はい、あの真ん中がないやつですね。はい。へー、なるほど。いや、めっちゃかっこいいやん、ほら、森の中にあったら。綺麗に貼るとこういう感じ。はい。めっちゃいいわ。欲しいんやけども。任せますよ。え？僕はあの今月ボーナス入るんで。たまたまやな。たまたまが2回。
スイングライスターと出会えたこと。これ流したら絶対帰るかどうか分からへんの。入ってこないと思う。そうです、はい、買っていい。お任せします。買っていいですか。買っちゃいましょう。買っちゃいましょう。はい、いいですか。買いましょう。いっぱい働くから。じゃあこれ分かりました。購入でお願いします。ありがとうございます。はい。早いや、だってずっと欲しかったよ。ママずっとあれ登録してたのに。登録してましたね。なあ、全然買われん、ネットじゃ。付属は何も大丈夫ですか。オプションとかはどうする。インナー、ちょっと今在庫見てるんですけど、はい、ちょっとないかもしれない。ないですか。よしこさんがインナーいらないっていうから、そのまま出てもらったら構わないコット置いて、コット置いてね。子供たちはインナーがあった方が寝やすいね。そうやな。でもフルじゃなくてもいいかもしれないな。うん、ちょっとどうしても狭くなるのが確かにあれなんだな。パースでめっちゃいい。これパースで外で寝れねえよってなったら、うん、もう一個ハーフ。あー、ハーフ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 、両方剥げるはずやから。はいはいはい、ちょっといけるほど。そうやね。カーモフル一発でいくか。あ、インナーごめんなさい、どっちもないですね。ないですか。ハーフインナーもフルインナーもないです。あ、切らしてますね。じゃあとりあえず、はい、巻くだけで。わかりました、はい、大丈夫です、はい、全然大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもない。いや、もうほんまよかった。それよ。え、どうします、他も見ますか。見ますか、はい、バンドックの椅子あるかどうか見たいんで。わかりました。これに合うテーブルも買うかな。テーブルがないんですよ。そうやんな、はい、じゃあ他も見て回っていいですか。大丈夫です、はい。そうしましたら、レジの方でお預かりさせていただきますので。はい、224番でお預かりしておきます。ああ、やりがとうございます。アルペンの会員にはなられてますか。なってます。なってます、はい、分かりました、ありがとうございます。あれとポイントつくんですか。ポイント、はい、ポイント付与させていただきます。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。春ちょっと椅子見に行こう。お、ほんまや、よりかここにもいますね。やっちゃったっすね。もうとうとう。ただただのバンドックの椅子を買いに来たなって。せやねん、バンドック見に来ただけやのに。いや、たまたまこう、あれ小川の、ほら、あそこに小川のさ、テントコーナーがあって、あ、で、なんかいいソロテントあるかなと思って見たら、スイングレスターを見つけたんですよ。置いとったんですね。展示してるんじゃなくて置いとったんですね。そう、ここに段ボールでめっちゃ今日あって、小川が、ほんでここにあって、1個だけポツンと。あ、なるほど。これまた違う、ね、違うやつじゃない、春田君、それ。これも見て、ちっちゃいテント。これも違うやつ。テント何くらい。これめっちゃ気になるな。これ揃えようかな。そうなんですか。 20% 高っ。高ないですか。だってツインクレスターって多分8万円台ぐらいですね。77,400円、うん、で、揃えようっぽいやつが5万円。どこ。そう、いや、もうこれはもう出会いに感謝です。おお。椅子売り場に来たけど、バンドックの椅子が売ってません。欲しいやつがないです。このタイプがあって、うん、これな、これもちょっと買えちゃう。ちゃうかったよな。残念よ。テーブル探しましょう。テーブル、テントにあるテーブル、どんなんがいいんかな。ローテーブルがいいんかな。ローがいいと思いますよ。タイはないでしょう。こういうこと。あ、そう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 。こう前見た、あの値段可愛くないやつじゃん。あの時のお前か。やっぱり33,000円。はい、これはユニフレームの。お、
23,500円。結構いい値段するね、やっぱり。やっぱユニフレームやからしっかりしてる。これなんか何ですか。かわいい、ネイチャートン。ネイチャートンかわいいな。緑かわいいなあ。緑初めて見た、うん、でもこれ36,000円する。これより高い。ノースペースなの、ほんまに。ノースペースって書いてるけど、よきーん。え、オリオンって書いてある。あれ、でも、よしこさん、はい、なんかこの下に来たらちっちゃいやつはすごい安いけど、ほんまや。4,000円。え、なんで4,389円。あ、オグニオさんですわ。あ、7,689円。でもなんかイグニオの匂いがするんだけど、ちょっと見てみて。ここにあるタグが。そうです。ここなんかイグニオ。そうです、イグニオさんです。そこへ何かおすすめあったら教えてください。あう木木目調のなんかいい机知ってるよって方いたら教えてほしいです。お願いします。なんかテントを見つけて満足したし、今日はほんまアイス買いに来たんですけどね。まさかですよ。なあ、まさかまさかの大きい買い物になってしまいました。死に物狂いで働かなあかん。死に物狂いで働こう。椅子を買いに来ただけがテントを買ってしまうという、そうことですよね。買っちゃいました。はい。はよ広げたい。試し張りいかなかな、また。はい。じゃあ、買ってきます。買ってきます。お金払ってきます。ブイブイ。Most in my life, they say out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and go.